です。今回ねこれ160でですねバラの花ですね、やってみたいと思います。材料はですね160、2本、まずは下の方からですね、厳しい状況ですね。何かな、はい、5センチ、5センチですね。で、結ばずにですね留めておきます。で、本体ですね、本体ですね、これ12センチのことですね。で、これとこれを結び合わせます。そうですね、それでこちらからいきますね。ちっちゃな輪っか、作りますね、はい、それでですね、で短い、はい、ここの部分ですね、6センチですね、6センチ。で、ピンクツイストを作ります。2個。これですね。うん、で、同じですね。はい、次も6センチですね。で、ここに絡めます。はい、次も6センチ。次はちょっと長さは説明できないんですが、ここにこの押し込みます。こういうふうに、それでここを回します。
こうですね。こっから出て反対側のここで、でこことここの間にこう間ですね。でまたこれをこういうふうに入れてこっちにこう回します。したら今度はここに入れていきまして、今度はこっちですね。で最後はもう一つここ出してこっち行きます。ですね。それで茎の部分を作っていきたいと思います。ピンチツイスト2つ作ります。ということでバラの完成でした。160でのバラの完成でした。風船愛好会でした。またお会いしましょう。